どうも、トモヤテレビチャンネルのトモヤです。チビナダルです。はい、今回もチビナダルに出演してもらいました。はい、お願いします。はい、今回は僕たちね、シングラーではなく、はい、ダブラーということで、まあ、ということでというか、もうかなりダブラーなんですよね。はい、はい、ということで、ちょっとこの動画、はい、皆さん、お伝えできたらいいかなと思っております。チビナダル、ダブラーということで、チビナダルは僕の高校、大学と、はい、後輩なんですよ。大学だけではなく、高校、大学と。完全に後輩で被ってはいないんですが、そうですね、はい、某京都の H 高校ですね。ですね、はい、H 高校に、入っておりました。はい、そうです。はい、成績はどうでしたか。そうですね。中学生の時に全中でベスト8、うん、で高校生全日本ジュニア出場と全国選抜出場ですね。うんうん、ああ、そうね。うん、まあ結構強い高校だったんで、はい、ね、選抜だったりとか団体戦でも結構いけてたかなと思います。はい、そんなチビナダルと一緒にダブルスの練習をしていきたいと思いますので、はい、まあどんなメニューになるかは楽しみでは、はい、では練習していきたいと思います。まず僕からサーブでチビナダルがリターンになります。はい、で、ファーストボレーの練習とリターン練習を兼ねてやっていきたいんですが、普通はね、ベースラインからサーブを打って練習するんですが、まずリターンの方の練習のために少しベースラインとサービスラインの間ぐらいからサーブを打ちます。で、ここから僕が前に入ってファーストボレーをするっていうことで、僕はまあファーストボレーの練習になりますし、チビナダルのリターンの方は、リターン練習になるんで、これを皆さんにちょっと見てもらおうかなと思います。はい、ファーストボレーしっかり返して、次のセカンドタッチのボールですね、ファーストボレーの次のボール高くなったんだったらすぐストレートに決めに行ってください。無理だったらもう一回チビナダルの方に返してもう一回粘るということをしてもらえれば結構なんで、自分が低姿勢になれば高い打点でボレーしやすくなるんで、一回ファーストボレーして待って吹かないように、ファーストボレーをしたら低い姿勢のまま高い打点で釣れるように、待っておいてもらえればチャンスボールっていうのは結構増えるんで、はい、皆さんもぜひ高いボール苦手という方はボール練習してもらえればストレートを狙う練習になるかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、リターンの時の、まあ、ポイントとしましては、しっかりまず相手が前に出てくるので、まず前衛に取られてもいいんで、しっかり、真ん中にまず返すことを意識と、リターンの入り方でしっかり姿勢低く低いまま前に入るっていうことがポイントになります。打った後のボレーストロークになった時に、姿勢が高いとどうしても負けてしまうんで、しっかり姿勢低いまま相手のボレーヤーに返すってことを意識していただいたらミスは減るんじゃないかなと思います。で、しっかりしつこく返すことによって相手もだんだん我慢できなくなったりしてミスとかが出てくる可能性もあるんで、とにかく自分は姿勢を低い状態をキープしたまま、相手に返すことを意識し続けたらと思います。はい、ダブルスのボレーストロークの時の練習法の解説なんですけど、僕が高校時代にやっていたメニューなんですけど、その利き手と反対の方の腕をこの背中側に固定してボールを打つことによって、軸をぶらさずにボレーができるってことを教わったので、僕は高校時代ずっとそうやってやっていたので、皆さんに今日はお伝えしたいなと思います。ちょっとやってみます。
今やったんですけど、やっぱり打ってる時にボレーの時にどうしても振ったりとか体の軸がぶれてしまうって方が少し多いと思うんですけど、これを一つ加えてあげることによって、この体の軸がこのように回転してぶれなくなるんで、比較的にボレーのミスは減って、強い球でもしっかりボレーをしっかり返せるってことができるんで、皆さんもよければぜひやってみてください。注意点としましては、ラケットを固定して片手でやってるんですけど、どうしても手だけになっちゃうと、やっぱりミスとかが増えてしまうんで、しっかり体をひねってボールを迎えに行ってあげる。バックの時も同様、体の回転でボールを捉えてあげるってことが大事になってくるので、そこだけ注意してやってみてください。はい、チビナダルが紹介してくれたメニューなんですけど、この後ろに左手を置くっていうメニューなんですけど、かなり腕はこう安定させないと負けてしまうんじゃないかなと思います。僕同じ H 高校ですけど、僕はやったことなかったです、このメニュー、ね、彼はその高校時代にやったことあるみたいなんですけど、体の軸はしっかり確かにこう保って打てるんじゃないかなと思います。で、やっぱりラケットを引くっていうよりは、このコアな部分をグーッとセットしに行くことがこう打ち負けないコツなのかなと思います。こうやって背を引いて、じゃなくてコアな部分からグーッとセットしに行くと、グッと押し出せるようなボレーになるんで、打ち負けにくいボレーになるんじゃないかなと思います。バックボレーちょっとね難しいかもしれないですけど、フォアボレーにはかなり、いい練習になるんじゃないかなと思います。ボレーこう安定しないなっていう方はちょっとやってもらっていいかなと。この辺に左の手を置いてもらって、利き手じゃない方の手を置いてもらって、そのままボレーになる、はい、ちょっとコアな部分からグッとボレーしていける感覚が分かるかなと思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。では、はい、では最後チビナダルと反面のクロスでのポイント形式やっていきたいと思います。ストロークで、まあ、ボレーとかも出てね、勝負していけたらいいかなと思います。やってみます。はい、
ダブルスの練習ということでありがとうございました。ありがとうございました。僕自身はまあサービスゲーム、僕自身もあのサーブが得意なんで、やっぱりサーブ入った後ファーストボレーをしっかり返すとか、ファーストボレーで攻めるのも大事ですけど、まずしっかり返すことが大事かなと。なんでも一発目が大事ですもんね。そうですね、もう一本目が大重要ですよね。サービス打ってその後のファーストボレーだ、そこをね、できるだけしっかりと練習していけたらいいかなと思っております。でリターンは、そうですね、まあ、リターンもまず返さないとラリーにならないので、まずしっかり相手がどんなサーブだあろうとしっかり食らいついて、まず相手のいるところにしっかり返して、そこから自分の展開に持っていくことがやっぱり一番重要だと思いますね。やっぱりファーストタッチとかね。そうですね、もう何でも1球目っすね。はい、まあ、今日はその動画の中ではそのファーストタッチの後の練習もいろいろやっていったんで、クロスラリー負けじと頑張ってもらえばいいかなと思います。まあ眼光陣平行陣っていろいろ形はありますけど、はいはい、まあ攻めるだけがテニスじゃないんでね、はい、丁寧さも大事だということを、はい、そうですね、伝わってもらえばいいかなと思います。はい、はいはい、ではまた。